ジンバブエ、ジンバブエ共和国、通称ジンバブエは、アフリカ大陸の南部に位置する共和制の国家である。首都はハラレ、内陸国であり、モザンビーク、ザンビア、ボツワナ、南アフリカ共和国に隣接する。なお、地図を一見すると接しているように見えるナミビアとは、ザンビア、ボツワナを挟んで150メートルほど離れている。2003年に脱退するまで、 イギリス連邦の加盟国だった。初代首相、2代目大統領を務めたロバート・ムガベは1980年のジンバベ共和国成立以来、37年の長期にわたって権力の座につき、その強権的な政治手法が指摘されてきたが、2017年11月の国防軍によるクーデターで失脚した。正式名称は英語で、 リパブリック・オブ・ジンバブエ、通称ジンバブエ。日本語の表記は、ジンバブエ共和国もしくは、ジンバブエ共和国。通称ジンバブエ。日本での漢字表記は、シン・トモエイ。中国では、シン・トモエイに加え、ツ・トモエフイとも表記される。国名は、ショナ語で、石の館、家を意味し、ジンバブエ国内にある、グレート、ジンバブエ遺跡に由来する。かつては、 南ローデシアと呼ばれていた。12世紀頃、リンポポカワナカ流域にマプングブエ王国が成立し、ついで13世紀から14世紀中にはグレート・ジンバブエと呼ばれている王国が栄えた。グレート・ジンバブエの移行からは中国製陶器が発見されており、かなり大規模な交易を行っていたようである。15世紀頃、グレート・ジンバブエは放棄され、変わって、 ザンベジカワナカ流域に、モノモタバ王国、ゲンブラワヨ周辺の仮遺跡を首都として、トルワ王国が起こり、覇権を握った。16世紀から17世紀にかけて、ポルトガル人の侵入に苦しむが、撃退。地方主張国の分立状態となる。19世紀後半に、イギリス南アフリカ会社に統治された後、第一次世界大戦後に、 イギリスの植民地に組み込まれ、イギリス領南ローデシアとなった。国土のほとんどは白人農場主の私有地となり、住民たちは先祖の墓参りの自由すらなかった。第二次世界大戦が終結し、世界が脱植民地下時代に突入すると、南ローデシアでも1960年代から黒人による独立運動が本格的に展開されたが、 民族解放までの道のりは険しく、1965年には世界中から非難を浴びる中で植民地政府首相イアン・スミスが白人中心のローデシア共和国の独立を宣言し人種差別政策を推し進めた。これに対して黒人側もスミス政権打倒と黒人国家の樹立を目指してゲディラ戦を展開。1979年 ジンバブエ・ローデシアへの国名解消とともに、黒人へ、参政権が付与され、黒人のムゾレは首相が誕生した。しかし、白人が実権を持ち続ける体制だったため、国際的承認は得られず戦闘も収拾しなかった。1979年末イギリスの朝廷により100議席中20議席を、白人の固定枠とすることで合意、ローデシア紛争は終結した。 1980年の総選挙の結果、ジンバブエ共和国が成立し、カナアンバナナが初代大統領に、そしてロバート・ムガベが初代首相に就任した。1987年からは、大統領が儀礼的役割を果たしていた、議員内閣制を廃して、大統領制に移行し、首相職も廃止され、それまで首相だったムガベが大統領に就任。 ムガベはその座を93歳となる2017年まで維持することになる。1999年、コンゴ民主共和国以後、コンゴと表記のカビラ大統領と親交のあった。ムガベ大統領は内戦第2次コンゴ戦争が勃発したコンゴに約1万人の軍を派兵した。コンゴのカビラ大統領を支えるという名目だったが、真の目的としてコンゴにある ムガベ一族所有のダイヤモンド鉱山を守ることや、それらのダイヤモンドの他銅や金など、今後の地下資源を狙う理由があった。反対運動が、今後の都市部を中心に活発に起き、派兵直後にカビラ大統領が暗殺されるなど、今後派兵は、混乱を招いた。ムガベ大統領は、第二次、コンゴ戦争への派兵に専念していったため、ジンバブエの経済や医療を、 教育などが悪化していった。そのため、ムガベ大統領への批判が相次ぎ、イギリスのマスメディアなどは、ムガベ大統領は批判を避ける目的で白人農場を強制収容する政策にすり替えていったとしている。ムガベは初めは黒人と白人の融和政策を進め、国際的にも歓迎されてきたが、2000年8月から、 白人所有大農場の強制収容を政策化し、共同農場で働く、黒人農民に再分配するファストトラックが開始された。この結果、白人地主が持っていた農業技術が失われ、食料危機や第二次世界大戦後、世界最悪になるジンバブエドルのハイパーインフレーションが発生した。こうした経済混乱に長期政権、 一党支配に対する不満と相まって治安の悪化も問題となっている。また、言論の統制などの強権的な政策は外国や人権団体などから批判を受けている。2005年5月には、によって地方の貧しい都市地域及び周辺都市地域を標的に大規模な強制退去と住居破壊を行い、さらには2007年3月11日、 警察によって活動家が暗殺されている。これら流行が2008年8月に始まり、患者総数9万1164人、死者総数4037人に達している。2009年2月初めのピーク時には1週間で、新患者数8008人を超えた。ふう、国連世界保健機関によると2009年3月14日までの1週間に報告された。 新患者数は2076人で先週の3812人から減少した。致死率も1月の6%弱から2.3%に低下した。発生数は全体として低下したが、首都ハラレとその周辺では増加の傾向にある。ブガベの後継者争いは2017年11月15日の国防軍による事実上のクーデターを招き、ブガベは 大統領の座を追われた。野党勢力への迫害が強く、野党の政治家、野党支持者への暴行、虐殺、拉致などが状態化しており、激しい対立が続いている。ムガベ大統領による独裁政治体制が長きにわたり続いた。ローデシア共和国初代首相であったヤン・スミスは、政界復帰を狙っていると伝えられていたが、2007年11月20日に、 南アフリカ共和国、ケープタウンの自宅で心不全により88歳で死去した。2008年3月29日より大統領選挙が始まり、現職の与党、ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線のムガベ、大統領ほか、与党から造反したシンバマコニ現在務省と、最大野党の民主変革運動、MDC のガンザンギライ議長が立候補していたが、 ムガベ政権からの弾圧により参議来議長は出馬の取り留めを余儀なくされた。これにより、ムガベ大統領は欧米からの決選投票延期要請を無視し、投票を強行、勝利したと宣言した。7月11日、国際連合安全保障理事会に、ジンバブエ政府避難と、ムガベ大統領ら政権幹部の資産凍結、渡航禁止などの制裁決議案が提出された。しかし、 中国とロシアが内政問題であるとして拒否権を発動し、否決された。賛成9、アメリカ、フランス、イギリス、イタリア、ベルギー、パナマ、クロアチア、コスタリカ、ブルキナファソ、反対語、中、ロ、南アフリカ、リビア、ベトナム、危険1、インドネシアだった。その後もライス米国務長官は、ムガベ政権の海外資産を凍結するなどの制裁措置を、 英国やアフリカの同盟国と協議することを明らかにしている。2009年2月11日、連立政権が樹立し MDC 参議来議長が首相に就任したため独裁体制に区切りがついた形だが、現地の英国大使館が地元市にムガベ大統領が退陣しない限り意味がないと、う広告を出すなど、会議論も強く残った。ムガベの後継をめぐって、 グレース・ムガベ夫人と軍の支持を得るエマーソン・ムナンガグアとの間で争いが勃発。2017年11月6日にムガベがムナンガグアを第一副大統領から解任したことで国防が反旗を翻し事実上のクーデターを起とし、ムガベは自宅南近下に置かれ、軍が、国家権力を掌握。11月21日に議会でムガベの弾劾手続きが開始され、 ムガベは辞表を提出。37年間に及ぶ長期政権に幕が下りた。国内では厳しい報道規制が敷かれ、政府は CNNBBC といった欧米メディアによる取材を禁止している。創始国であったイギリスに対するジンバブエ国民の悪感情は根強い。またイギリス側のジンバブエ報道も過度に戦場的であるとの指摘もされている。日本。 ガボンと同じく取材対象の公的機関が一部の報道機関に対して排他的かつ独占的な便利を供与、取材場所の提供、取材費用の負担等をする形の記者クラブ制度を有する。前述の植民地時代の影響で繁栄感情、または反白人感情が強く CNN や BBC の取材を禁じているほか、 白人の持つのうちの強引な国有化、白人所有大農場の強制収容などの政策が行われた。ムガベ大統領の思想も影響しており、ムガベは自分を非難したコンドリーザライスを白人の奴隷と侮辱し、過去のアメリカ合衆国の黒人奴隷制度の批判もしていたため反米感情もある。その一方で、2014年現在でジンバブエが支援を受けている大主要国は、 アメリカ合衆国、約17、800万ドルとイギリス、約171、100万ドルという構図となっている。非白人国家である中華人民共和国や南アフリカ共和国と友好関係を深めており、両国の影響力が極めて強い。ムガベは白人社会の欧米諸国やオーストラリアへの入国を禁止されているが、香港、シンガポール、 マレーシアで別荘を購入するなど豪華な生活を堪能している。アメリカ合衆国、イギリス、フランスはジンバブエへの経済制裁を求めているが、他の常任理事国の中華人民共和国、ロシアは、ジンバブエへの経済制裁は、内政問題という理由で拒否権を発動した。主要な都市は、ハラレ、首都、ブランアヨガール。アフリカ南部に位置し、モザンビーク、南アフリカ、 ボツワナ、ザンビアと国境を接する。ザンビア国境にはビクトリア滝が位置する。内陸国である。座標は、統計30度、南位20度のあたり。面積は 39580km、内陸地面積が 386670km、内水面面積が 3910km を占める。面積は日本とほぼ同じである。 気候は熱帯性であるが、高地のためやや温暖である。雨季は11月から3月にかけて続く。地形は高原が大部分を占める。東部は山岳地帯である。国内最低地点はとの合流地点で、標高162メートル。最高地点はショナゴ、諸名護、旧ヤンガに山で、標高2592メートル。石炭、クロム鉱石、アスベスト、金。 ニッケル、銅、鉄鉱石、バナジウム、リチウム、鈴、プラチナを産し、農業、観光とともに、重要な外科獲得産業である。特に白金は、世界最大級の埋蔵量を誇り、2006年に発見されたダイヤモンド鉱山も2014年に1200万カラットと、世界有数の産出量がある。ビクトリア滝に代表される観光資源だが、 森林破壊による野生動物の減少が深刻化している。IMF の統計によると2013年のジンバブへの GDP は132億ドルである。一人当たりの GDP は1007ドルであり、隣接する南アフリカ共和国やボツワナと比べると大幅に低い水準にある。かつては農業、工業、工業のバランスの取れた経済を有する国家であった。 白人大規模農家による非常に効率的な農業が行われており、外貨収入の半数を農産物の輸出で得ている農業国としてヨーロッパからアフリカの穀物庫と呼ばれていたほどであった。特に小麦の生産性は高く、10R あたりの単収は1980年代から1990年代にかけては 550kg から 600kg にも上り、 ヨーロッパ諸国と肩を並べ世界最高水準に達していた。白人農家に対する強制土地収容政策の開始後、ノウハウを持つ白人農家の消滅、大規模商業農業システムの崩壊により農作物の収量は激減した。基幹産業の農業の崩壊によって生じた外貨不足はさらに部品を輸入で調達していた工業にも打撃を与え、経済は極度に悪化した。 2002年には経済成長率はマイナス12.1%を記録した。干ばつにより食料不足が深刻化し、加えて欧米各国による経済制裁が影響し、2003年末には600%のインフレが発生。2006年4月には1000%以上に達した。2007年8月23日、ジンバブエ政府が 国内の外資系企業に対して株式の過半数をジンバブエの黒人以上とする容疑務付ける法案を国会に提出9月26日に通過した。独自通貨ジンバブエドルは2000年代に発生したハイパーインフレーションにより価値を失い2015年に廃止が決定された。2016年現時点では主に米ドルが利用されている。 南アフリカランドは過労時で大きなスーパーマーケットや、ジンバブエ南部では、使えるところもあるが、ほとんど使われていない。2016年11月から、アメリカドルと同等価値の新通貨として、ボンド、ボンドノートの発行を開始した。1ドル以下の効果に関しては、2015年秋頃から、政府発行のボンドコイン、ボンドコインが流通し始め、 それまでの南アフリカランドが使えなくなった。通貨ジンバブエドル、ZWD はアメリカの評論フォーリンポリシーによれば2007年調査時点で世界で最も価値の低い通貨ワースト5の一つとなり2008年5月に1億と2億5000万の額面のジンバエドル札が発行された後も50億、250億、500億ドル札の発行と続き 7月には1000億ドル札の発行が行われた。これは発行時の時点で世界最高額面の紙幣。そのため、コンピュータの処理にトラブルが発生したことから、中央銀行はデノミネーションを実施し、大幅な通貨単位の引き下げを実施した。それにより1000億ドルが10ドルとなり、対応した新紙幣が発行された。しかし、さらにインフレが続いたため、 12月末には100億ドル新紙幣を2009年1月には再び200億ドル紙幣と500億ドル幣の発行を行った。この時点でジンバブエドルの価値は250億、250億、ジンバブエドルイコール1ベドルとなった。年間インフレ率は約2億3000万に達した2009年,200年1月29日、ジンバブエ政府は 完全に信用を失ったジンバブエドルに変えて、アメリカ合衆国ドルや南アフリカランド、ユーロ、A ポンド、ボツワナプラの国内流通を公式に認め、公務員の給与も米ドルで支払うことにし、この後通貨を法定通貨とした。これにより、同国のハイパーインフレは収束を見せ、ジンバブエ政府によれば、同年3月の物価は、同1月比0.8%減となった。 その結果、極度の経済混乱は収束し、12年ぶりに経済成長を記録した。2012年現在は、都市部では、経済の復興の傾向が見られ始めている。2013年1月29日、ジンバブエ政府は、前週の公務員への給与支払いに伴い、国庫金の残高が217ドルになったことを、明らかにした。同時に、年内に予定されている。 憲法改正をめぐる国民投票と総選挙のための資金が不足していることを認め国際社会の支援を要請した。2014年2月、ジンバブエ政府は法定通貨としてさらに中国人民元、インドルピー、ゴードル、日本円を加え旧通貨を法定通貨とした。ジンバブエ政府では複数基軸通貨制、別名複数通貨制、または 通貨バスケット製を導入した。2014年12月、ジンバブエ準備銀行は、ボンドコインと呼ばれる硬貨を発行。鋳造は、南アフリカ国内。ボンドは債券に裏付けされていることを意味し、交際コインと訳されることがある。価値は、アメリカ合衆国の通貨、セントと同等の価値を有するものと位置づけられているが、 過去のジンバブエドルの経緯から流通は停滞している。2015年6月、ジンバブエ中央銀行は、ジンバブエドルを廃止し、米ドルに両替して回収すると発表。両替レートは1ドルイコール 3K5000 兆、ジンバブエドル。9月までに終わらせる。2015年12月、九州の法定通貨のうち、中国人民元を2016年より、 本格的に流通させることを決めた。諸名人が71%が16%、その他のアフリカ系、バントゥー系のトンガ族、シャンガーン人、ソト族が11%、残りはヨーロッパ人やアジア人などである。公用語は英語だが、諸名語、キタンデベレ語などが主に使われる。新たに公用語として16個と語、チェワ語、セナ語、チーバーウェイ。 英語、コイザン語、キタンデベレ語、ンデベレ語、ソンガ語、シャンガーン語、ショナ語、ソト語、トンガ語、ツワナ語、ベンダ語、コサ語が定められている。キリスト教と部族宗教の混合が50%、キリスト教が25%、部族宗教が24%、イスラム教などが1%となっている。結婚時の性に関する法はなく、 婚前の性をそのまま用いる夫婦別姓ことも夫の性に変更する夫婦同姓ことも可能。国民の約3割が HIV に感染していると言われており、世界保健機関 WHO の2006年版の世界保健報告によると平均寿命は36歳と世界で最も短い1990年の時点では62歳であった。 トウモロコシの粉を煮詰めたサザが主食である。無オ、ほうれん草とピーナッツバターを混ぜたラディッシュという料理が存在する。牛、豚、鶏は一般的で全土で食べられている。飲食店ではサザとおかずとしてトマトベースのスープで牛肉を煮込んだ料理と付け合わせの無料の組み合わせが一般的。1960年代の独立戦争の頃から チムレンガ文学と呼ばれる文学潮流が生まれた。骨たち1988で知られるチェンジェライ・ホーベがジンバブエの特に著名な作家の名として挙げられる。ジンバブエ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が1件存在し、ザンビアにまたがって1件の自然遺産が登録されている。団体競技では 過去2回ワールドカップに出場経験のあるラグビー2003年にケニア南アフリカとワールドカップ共催したクリケット、サッカー、テニス等が国際大会で実績を残してきた分野でる。またゴルフではワールドゴルフランキング1位にもなった1990年代を代表するプロゴルフ選手の一人であるニック・プライスが競泳ではオリンピックや世界水泳選手権で 多くのメダル獲得世界記録を打ち立てたカースティコベントリーが活躍している。しかし2000年以降のムガベによる独裁政治の加速とそれに伴う国内政治、経済の混乱によりスポーツ分野も大きなダメージを受けている。テニスは1990年代から2000年代前半にかけてバイロン・ブラック、ウェイン・ブラック、カーラ・ブラックのブラック三兄弟とケビン・ウリエットという 後に全員がグランドスラムダブルスタイトル保持者となる4人の白人選手の活躍により映画を極めた。男子国別対抗戦デビスカップでもデビスカップジンバブエ代表は最上位グループのワールドグループに3度出場する等選手層は薄いながらもテニス強国の一角を占めるまでに成長したが2000年以降のムガベによる白人層の弾圧により4人のうちウリエットは 他の多くの白人国民と同様イギリスへの亡命を余儀なくされ、ブラック兄弟も活動拠点をイギリスに移す事態となり、これにバイロンとエインの現役引退が重なる形で、デビスカップジンバブエ代表は主力選手を一気に失い、2002年のワールドグループ陥落からわずか7年で最下位カテゴリーのアフリカゾーン4まで転落した。 女子テニスのフェドカップジンバブエ代表は90年代以降国際レベルで活躍している選手がカーラミであり国別対抗戦のフェドカップでカーラカズトにかかる負担が大きすぎたことや2000年以降はムガベの独裁政治に対する抗議の意味合いも加わる形で1996年以降カーラがフェドカップでを拒否する状況が長年続いておりカーラ個人の国際的な活躍と 裏原に代表は国別ランクで再開レベルに低迷するばかりか、フェドカップ参加すらおぼつかない状態となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。